川柳将軍塚古墳は長野県長野市にある前方公園墳。前方寺平では森将軍塚古墳に次ぐ規模を誇る。名称は、らしな郡川柳村にちなむ。1977年7月14日に近辺の姫塚古墳と共に国の史跡に指定された。登録名称は、川柳将軍塚古墳、姫塚古墳。 川柳将軍塚古墳は、前高寺平の聖変を隠する断層掛け上に築かれた前方公園墳で、1927年、川柳将軍塚保存会によって、考古学者森本六次の指導で発掘調査が実施された。全長は約91メートル、公園部計42メートル、前方部幅31メートルを測り、前方部を北北東に向ける。 首レブの西側には部分的な堀の痕跡かと思われる地形が残る。公園部と前方部の頂部には縦穴式石室と推定される主体部が共に主軸に並行して配置されていたと伝えられる。教皇年間や完成年間に洞窟を受け、多数の鏡や壁玉製車輪石などが出土したことが記録されているが現存するものは 厚生内向下門鏡をはじめとする鏡八面、壁玉聖垂れ飾り、曲玉、九玉、霧子玉、小玉などである。付近から発掘された埴は棺の特徴から線、曲がり川対岸の森将軍塚古墳に続く四世紀代の古墳であると思われ、豊富な服装品を持った全校寺平最古機の古墳として重要である。 将軍塚古墳の北方200メートルに位置する前方後方墳。全長31メートルで未調査のため詳細不明。前方後方墳は、前後寺平では希少であり、将軍塚古墳との前後関係が重要な問題となる。ABCD 国指定文化財等データベースハット AB 筑区間市森将軍塚古墳館ガイドブック34ページ。 日本古墳大辞典487から488ページ。ありがとうございます。